殺し屋やめたい、星さん。イフの難民がたくさん流入したジパングみたいな世界で、難民は使い捨ての消耗品として社会を支えているという感じ。主人公は殺しの才能のある難民のメスで、そんな難民が社会にいたら当然犯罪率は上がってしまう。そんな主に難民の犯罪者をまびくことで難民を社会の歯車としてお上手に機能させて、なおかつ跳ねっ返りは全員主人公たちの組織によって知らぬ間に消えていくみたいなユートピア。そんな主人公のメスはビアンで学生の恋人がいて、その恋人の父者が教会に神父であるという設定。その父者が勤めている教会のトップがサハリベラルのトップの難民の人権を向上する委員会の組織の裏ボスであり、なんやかんやあって難民の跳ねっ返りだったり、政府にとって都合の悪い人間が知らない間に金をべらしていくという情報を武器に政府や組織を解体してやろうという極左集団。主人公が所属している治安維持の政府側の非合法の組織と、恋人の父親が勤めている極左の武闘派集団に偶然目をつけられて利用されるみたいなことから、主人公は恋人と、その恋人の父者ごと、この二つの派閥の権力相違に巻き込まれてしまうという、クソ激烈に面白いシナリオ。シナリオがクソ激烈によくできているし、ジパングに難民を入れるという政策がうまく機能しないこともフィクションながら示唆されているという感じが面白いし、シナリオの運び方だったり登場人物をどうやってトリガーにしたり関わらせたりするのかというネタだったり、近くにあるものを使ってスパイするための創造性だとか、クソ面白い。ここからネタバレ。最終回のオチもホエーとなるクソよくできた終着点に落ち着くし、権力者や権力を使う側にならない限りおバカな底辺は権力者に使い捨てにされる未来しか約束されていないことがよく描けている。移民という奴隷階級を入れることで安い労働力を使うことができるようになるので、物やサービスの価格を低く抑えることができる。その代わり犯罪率が上がるというトレードオフをどう考えるかって部分です。例えばジパングのエリート奴隷階級のリーマンは、国から所得の 40% ぐらいを自動で徴収される、文句の言わない奴隷みたいな奴らなのぜ。そんな感じのことを考えさせられる漫画。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録よろしくお願いします。